始めました。何の絵文字にしようかな。鶏にしとこう。はい、やっほー、久しぶりですね。結構元気です。私は元気いっぱいになりました。ありがとうございます。なんか今日いつもとなんかオレンジっぽい気がする。今日なんでだろう、変えてないんだけど、なんかオレンジっぽい気がするけど、まあいいか、秋だしね。こんばんは。久しぶりな気がする。今日はタートルネック、今年初、ちょっともう冬っぽく。うわすごい、お菓子売ってる、ありがとう。ゆずこしょうさん、ありがとう。また変わってるね、増えてる、いろんなアイテムが。ありがとう。お菓子食べます。ありがとう。今日の洋服紹介、タートルネックにビスチェみたいなの着てるんだけど、映りません。こういうやつ着てます。もう本当に冬だね、完全に冬がやってきました。こうしたら見える。囚人ですか。囚人ではないです、私服です。よろしくお願いします。今日はビスのイベントありがとうございました。配信です。東京そんなに寒くない。あ、そうなんだ。結構福岡はもう冬だなって感じがしますね。ハロウィンの仮装みたいじゃん。言われると、そう言われると、この背景も相まって、この周りの、じゃあまあ仮装ということでいいですよ。今日だけですからね。ちょっともうちょっと下げよう。なんかオレンジっぽいよね今日。だから髪色明るく見えるけど全然染めてないよ。美容室は行きました昨日。ちなみに昨日か、はい、ビスのイベント3位でした。イエーイ、ありがとうございました。皆さんの応援のおかげでなんと3位で終わることができました。ありがとうございました。本当に皆さんありがとう、嬉しかったです。3位っていうことは来年の4月のビスさんに掲載させていただきます。やったー、楽しみ楽しみ、とっても楽しみです。皆さん1週間ありがとうございました。楽しみ、また来年の楽しみが増えましたのでよろしくお願いします。楽しみ、どんな撮影になるのか分かりませんが、時々ワクワクをしております。楽しみだね、よろしくお願いします。いろんなメンバーとかスタッフさんもファンの皆さんもね、すごい協力してくださってのこの3位だから、すごい誇らしい気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。今日はその
ランキングを100位から書いたので名前を呼べたらいいなって、あ、これも書いたの。ピース、レギュラーモデル決定オーディション予選3位です。3位ありがとうございます。ありがとうございます。これも書いた、ありがとうございましたこれはまあちょっと最後に、ちょっと文字ちっちゃくて見えなかった申し訳ないんですけど、貢献ランキングを貢献ランキングの100位から名前を呼べたらなって思います。こういうのは100位からでいいんだよね。楽しかった、書くのめっちゃ。いつも来てくださってる方がさ多いからさ、うわーってなるの。あー、ここにいた、ここにいたってさなったんだよね。楽しかった、名前書くの。ちっちゃいかも。まず低い、これ読んでいったらあれだよね。スクショ撮っていい、どうぞ撮ってください。ちっちゃくて見えなくてマジで申し訳ないですけど、これ読んで見せるのか、読んで見せるのか、こうやって読みながらこうペッ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 ってやるのか、どっちがいいんだ。それかこうやって「なんちゃさんでした」でこうやって見せる、どっちがいいと思う。これだったらこれ見、次だ。じゃあこうやって読んでいこうかな。良いかな、丸かな、それでいいかな。で最後にこうやってイエーイってやるね。じゃあ読みますよ。いい？では100位の方から読ませていただきます。100位、ともちゃん。これ絵文字いっぱいついててさうまく書けなかったパンダとかさ、クマとかいたんだ。ともちゃんさん100位、ありがとうございました。次99位、ミクさん。ミクさんもウサギついてた。ミクさん、モガミン、イブブさん、ありがとうございます。98位、りょうさん、ありがとうございます。絵文字は略していいの？いや、なんかね、書きたくなって書いた絵は下手いんだけど、こうやってほら書いたの、楽しかった。はい、次97位、のぞみさん。ハートに炎さんです、ありがとう。96位、麦わらのたけちゃん、アットマーク、メルシカ音符さん、ありがとうございます。ありがとうございます。次95位、ちぐまささん、ありがとうございます。なんか刺すやつ欲しいな、なんかないかな、指刺すやつ。ないないです、リップしかない。はい、次94位、りょうなべさん、アットマーク HKT、 箱押しさん、ありがとうございます。ありがとうございます。次93位、小田、アットマーク花さん、ありがとうございます。92位、ゆうさん、ありがとうございます。方がいいかな、ね、91位、バッテンハシ、バッテンハシメさん、ありがとうございます。やっぱこっちの方がいい、ありがとうございます。
90位ミノルタンタンうさぎさん、ありがとうございます。89位チキンカツさん、ありがとうございます。いいね、食べたくなっちゃいますね。次88位カリンアットマークモガミンさん、ありがとうございます。モガミンついてる、嬉しい。87位アットマーク T さん、ありがとうございます。次86位あゆニコちゃんマークさん、ありがとうございます。次85位デルファイさん、ありがとうございます。84位コトさん、ありがとうございます。一旦こんな感じ、見えないよね、ちっちゃすぎて。ありがとう。オッケーかな、こうした方が見える。チラッと、私チラッとね。なんか見えないなったら最後に言ってください。ちょっと取れなかったよって方いたらね。次83位からいきます。83位くまんちゅさん、ありがとうございます。82位ウォンさんアットマーク香港さん、ありがとうございます。次81位いたるさん、ありがとうございます。80位ロクさん、ありがとうございます。79位ショウさん、ありがとうございます。78位ジュンヤさん、ありがとうございます。77位ドンちゃん、ドンギツネキツネさん、ありがとうございます。77位だからいいことありそうだね。ありがとうございます。76位カズアキアットマークアシュラーカッコカリさん、ありがとうございます。75位ハイパーズさん、ありがとうございます。74位リコさん、ありがとうございます。73位白潤さん、白潤さんあてかな、ありがとうございます。72位くるみさん、ありがとうございます。71位ムフィットさん、ありがとうございます。70位 RKP さん、ありがとうございます。何の略だろう。69位トヨキさん、ありがとうございます。見ていっぱい。68位ガッチョさん、こういうやつ、こういうやつにこういうやつだった。ちょっとね難しかった、鳥みたいになっちゃったけど、ありがとうございます。67位ゆりさん、ありがとうございます。66位けんちゃん、けんちゃんだっぴんさん、またなまった、ありがとうございます。こんな感じ、ちっちゃくて申し訳ないけど見えてくれ。ありがとうございます。次に行かせていただきます。66位まで行ったので、65位、え、角田安治さんで合ってる、角田さん、角田さん合ってるかな。合ってる。65位、誰か教えて。角田安治さんかな、そうであってほしい。間違えてたらごめんなさい。
です。ありがとうございます。64位切腹さん、ありがとうございます。63位すがじいさん、温泉のマーク、ありがとうございます。62位 BCG 田中さん、ありがとうございます。61位チーズさん、ありがとうございます。60位アーロンさん、ありがとうございます。59位さきさん、肉ちゃんマークかな、ありがとうございます。58位黄色いゾウさん、ありがとう、黄色いゾウさんさんありがとうございます。あ、アローンさんだった、違った、アーロンはさワンピースだね、ごめんなさい、間違えました。書きながらさ、これこれ昨日書いたんだけど、あの書きながらアーロンって読みそうだなって思いながら書いてた、ごめんなさい。アローンさん、すいません、ワンピース出ちゃった、ごめんなさい。ありがとうございます。57位みゆさん、 HKT 箱推しさん、ありがとうございます。56位チロさん、ありがとうございます。55位あっくんアットマークざわちゃん見守り隊さん、ありがとうございます。ざわちゃんと配信した時に来てくださった方かな、ありがとうございます。54位ゆかりんさん、ありがとうございます。53位ポンタさん、ありがとうございます。52位みのるアットマークイブブさん、ありがとうございます。51位ボラさん、ありがとうございます。50位イサオさん、ありがとうございます。49位つよし12秒さん、ありがとうございます。はい、こんな感じです。皆さんありがとうございます。49だから48位からです。ちょっとこれね、諸事情によってこうこうになっちゃったんですけど、一旦48位クーさん、ありがとうございます。47位ソノティさん、ありがとうございます。46位808さん、ありがとうございます。45位ユータさん、星、ありがとうございます。で、ちょっとすいません、あのこちらになるんですけど、44位いつもハッピーなロックンさん、ありがとうございます。ごめんなさい、ここに入っちゃってますけど、そういうことですね、ちょっといろいろあってすいません。はい、次43位 RK1207 ハンチャンズさん、ありがとうございます。42位福清さん、ありがとうございます。41位ゆうたけさん、ありがとうございます。40位まさきさん、ありがとうございます。39位たけやんさん、猫リボン、ありがとうございます。横向きって難しいよね。はい、38位ドレークさん、もがみさん、ありがとうございます。37位ゆぼろ2さん、ありがとうございます。36位こみさん、ありがとうございます。35位みおっちさん、ありがとうございます。34位 MJ じゅんやさん、ありがとうございます。33位33位ヒロトアットマーク11連勤さん頑張れ11連勤、ありがとうございます。32位黒いカメモさん、カモ違った、カモメさん、ごめんなさいね、黒いカモメさん、ありがとうございます。目が先走っちゃった、ごめんなさい。はい、ありがとう。見えるかな、ありがとうございます。
横もね。はい、ありがとうございます。ちょっとさ、喉がおかしいんだけど、ちょっと飲み物まあいいや、飴食べます。ちょっと、いやでも飴はちょっとねダメか今は。一人で完結しました。はい、次行きます。31位、キリン太郎さん、キリンのマーク。ありがとうございます。30位ポン太郎さん、ありがとうございます。29位まゆさん、ありがとうございます。28位ブーちゃんさん、豚のマーク、ありがとうございます。27位おたまる34さしこさんかな、ありがとうございます。26位ブビンさん、ワンちゃん、ダイヤ、ラーメン、ご飯さん、ありがとうございます。25位宇宙さん、ありがとうございます。24位高見のたかこさん、ありがとうございます。23位キャスさん、ありがとうございます。お、なんか出た。ありがとうございます。なんだ今の、まさきさんかな、ありがとう、びっくりした、今ドッキリだ、ドッキリ。23位キャスさん、ありがとうございます。22位谷川豊さん、ありがとうございます。21位東石アットマークもがみんさん、ありがとうございます。おお、また出た、ありがとう鈴丸さん。次20位西くんさん、ありがとうございます。19位グッチラーメンさん、ありがとうございます。18位鈴丸アットマークもがみんさん、おお来た、ありがとうございます。さっきのギフト投げてくれた、ありがとうございます。17位サナナナカ世界一大好きハートさん、ありがとうございます、ありがとう。16位京都のお好みやっぴさん、言えた、ありがとうございます。はい、こんな感じ、ありがとう皆さん。横バージョン一応。ちょっと水と持ってきていいかな、お待ちくださいませ、少し。ただいま、みんな戻ってきて、よいしょ、水持ってきた。それでは続きからいきますね。ラスト1枚だ、早い、そうでしょ、早いんだけど、あ、はい。15位フォックピックさん、ハートチーズ、ありがとうございます。14位山ちゃんさん、ありがとうございます。13位よしよしさん、ありがとうございます。12位ローリーさん、ありがとうございます。11位さしこのジモッティさん、ありがとうございます。10位もがいもんさんアットマークもがみんさん、ありがとうございます。9位ようちゃんアットマークかほちゆうかりったんもがみんまいさん、ありがとうございます。
8位アイナさん、ありがとうございます。7位ゆずこしょうさん、ありがとうございます。6位昔は美少年さん、ありがとうございます。5位ミーフィーアットマークモガミンケンうららマニアさん、ありがとうございます。4位金子幸せな時間をありがとうさん、ありがとうございます。こちらこそありがとう。3位に行きます。3位ナナメロティアン大好きメロディーうさぎレナメロちゃん、ありがとう、ありがとう。レナメロちゃん、いつもレナメロちゃんはあの癖が強くてコメントとかもすごい大好きだよって感じで面白い、ありがとうございます。2位ルンルンさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。いろんなところに駆けつけてくれありがとう。1位ナナちゃんを押せて世界一幸せな銀一のケンさん、ありがとうございます。ありがとう。私も世界一幸せな人間です。ありがとうございます。こんな感じ、あっという間だ。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。皆さん早い、こんなに。なんかまずこの貢献ランキングにランキングで100人いるっていうのがまずなんか不思議な感じ。100人もいてくれるんだみたいな、まあ、それほらこんなにたくさんの名前の方たくさんの方がこう配信を見てくれて、なんかこうやって応援してくれてるっていうのがまず嬉しいし、100人の方以外にもきっとたくさんの方が応援してくださってるっていうのがすごいなんか不思議な気持ちで、すごく、まあ、嬉しいのでこういう感じですありがとうございましたって感じです。本当に嬉しい。なんか本当に不思議な気持ちで、なんか見たことある名前の方がさ、このもうほとんどだったから、この 100人の中でもそうなんかいっぱいいたから、すっごいたくさんの方に応援してくださってるなって改めて気づいたし、なんかみんなに支えられて楽しく人生というか楽しく活動できてるなって思うとすごく嬉しい気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。相棒もありがとうって言ってます。本当に皆さんたくさんありがとうございました。嬉しかった、本当に。ありがとう。本当になんか1週間正直最初の方は、イベント参加するって言ったもののリハとかコンサートとかがだだかぶりで、移動福岡から東京に移動する時間とかもいろいろあったから、大丈夫かなってめっちゃ思ってたんですけど、正直ね、本当はここだけの話大丈夫かな、不安がいっぱいだったけど、挑戦したいって自分で決めたことだから絶対やりきれるとは思ったけど、すっごい不安だったんですけど、皆さんがねこう見に来てくれて、たくさんコメントとか SNS のコメントとかも、配信のコメントもだし SNS とかで
頑張って応援してるよってコメントをね、わトリックありがとう、ありがとうとか、そう、あの応援のメッセージがあったから最後まで毎日配信できたし、本当にありがとうございました。本当にこの言葉に限ります。本当にありがとう皆さん。そう、なんか思ったような企画とかがあんまりできなかったのがすごい申し訳ないなって思ったんですけど、また普通のショールームでいろいろね、目撃者の好きなところとかもやりたいし、いろいろ秋のスイーツとかもおすすめ紹介したりしたいので、まあ、それは普通の配信でやっていけたらいいなって思うので、どうかこれからも配信見に来てくださいね。ありがとうございます。見てる方も楽しかった、よかった、もうそれが一番嬉しい言葉ですね。ほんと一方的に喋ることが多かったから、こう何かをしながらっていうよりコメントで会話が多かったから楽しんでもらえてるかなって思ってたから嬉しい、よかった。またあの距離が縮まった期間だったなって思います。ありがとうございました。本当に、じゃあみんなで乾杯しますか。せーの、3位おめでとうとみんなありがとうに乾杯。ポーン、ありがとうございました。100倍美味しいこの水が。ありがとうございました。はい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 、皆さんもお疲れ様でした。ラバーズ最高でした。ありがとう、ラバーズね、めっちゃ笑った。またちょっと相方に伝えときますね、ラバーズ。ありがとうございました、本当に楽しい一週間だった。温かさに触れた。めっちゃ茶色く見えるね髪、全然茶、そんな茶色くないんだけど、なんで、なんでだろう、加工か、こんなに 茶色くないよ本当は。オレンジ味が強いね、なんでだろうね。まあ茶髪ナナちゃんって感じです。結局3位、そうです、予選1枠目が3位でした。ありがとうございます。やったー、ありがとう。ね、予選がね4回ぐらいに分けてあるんですよ、これからね。またで次が11月1日から新人枠があって、多分6期生も入ってるんだよね、その条件に。だから多分これからね11月1日から6期の同期の子もね多分参加する子いると思う、多分わかんないけど何人かはねするかもって聞いたから、皆さんぜひ応援しに行ってあげてください。私もなんか出たい、めっちゃ出たいなって思うし、たくさんね協力してくれた分、私もたくさん配信遊び行きたいなって思うので、ね11月1日から予選2が始まって、また1週間、新人限定って書いてあって、48グループの新しく入った期、私たちだったら6期生とかが対象になってあるんだよね、あるの。そうだから多分6期生の子
もうね何人か出ると思うので、みんなで一緒に応援しましょう。よろしくお願いします。私からも本当に毎回いるやんってぐらいみんなの配信に遊びに行きたいなって勝手にね思ってるので、よいしょ、ぜひねみんなも遊びに来てください。まだ誰が参加するかは分かんないけど、私はなんでそっちじゃなかったの？そう、あの私はなんだろうよく見てないって言ったらちょっと見ろよってなるかもしれないんですけど、あの詳細イベントあるよっていう詳細が来た瞬間にやりますって言っちゃったもんだから、あんまり見てなかったっていうのが正直ありまして、なんか期間は選べるんですよ。別にこのさっきの私がやった期間でやってもいいし、まあ、次の予選2でやってもいいし、そのどこでもっていう感じだったっていうのもあって、私はちょっとよく見てなくっていう感じはあるんですけど、でも全然その後悔してないのでそうだからそんな感じです。 だから本戦1であの参加させていただきました。そう、気持ちがね先行しちゃったんだ。そうそうそう、はいやりますって言っちゃって、で後からこう見たら、あ新人枠とかあったんだってなって、そうでもなんか逆に大竹さんありがとうございます、ミラーボールヒーローだったら踊ってるんだけど、ちょっと私はまだヒーローじゃないので、そしてありがとうございますこれもたこ焼き配信見てくださった方なら分かる。そうなんて言うとしたっけ、あそう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 、あのなんか最初はその11月新人枠あったんだって思って、まあ、11月の方がその時間的にも あんまりあれだけど、そうコンサートとかは被ってないから時間はちょっといい感じに使えるかもなって思ったんですけど、その時にだけどいやここはもう勝負だって思って、このあえて自分がきつい期間にやるのもちょっと成長できそうだなって思って、はいこの期間をもう決定しました。成長できたかなでも気持ち的にはすごいさ、ちょっと待って画角が、そうちょっと終わって体調崩しちゃったのが一番ダメじゃんって自分でも思ったんですけど、でも配信はすごい後悔なく終われたんでいいかなと、よくはないけどっていう感じ。もう元気もりもりになりました、ありがとうございます。だからまあ無理しすぎてもいけないなって思いました。またいつかここ店に出たいと思っておりますので、その時はよろしくお願いします。昨日もかさんに卒業おめでとうございますってでご飯に行ってきました。卒業公演では言えなかった、お家から配信を見てたから直接はね言えなかったんですけど、昨日やっと言えることができましたので、少しなんか気持ちは少し よかった、会えてよかったなって思いました。福岡福岡でね会いたかったから、最後にだから会えてよかったなって思いました。ありがとうございます。
赤いドレスめっちゃ似合ってて、もう会った瞬間に言いました、ドレス可愛すぎそうなんです、会えてよかったです。でもちょっと昨日怖いことがあってなんか今言うことじゃないかもしれないけど、2人でいている時になんかあからさまに携帯がこっち向いてたんですよ、誰か人の。だからめっちゃ怖かった、それが怖かったけど、まあ何もなくお家に着いたのでよかったです。けど分かります、私は見たら分かるだから気をつけてください、気をつけます分かんないけど、そういうの見ちゃうからさ、私んって指さしちゃった。そうだから皆さんやめてください気をつけてください、わかるからね本当に。そうちょっともしいたら言ってください、言っててください、ダメだよって言ってね。レスいいなレスじゃないよ、そう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 。でも無事にお家に帰ってきたのでグーそうです。あと何言おうとしたっけな、あそう、朝ですセブン見てくださった方ありがとうございました、ありがとうね。ななちゃん撮りたくなるよな。ダメ。バツ。撮らないで。ちなみにモカさんといる時だった。二人でいた時。恥ずかしいじゃん。プライベートで撮られるのって絶対に、だから撮らないでください。撮っちゃったとしても、あの自分の中で収めてほしい、よろしくお願いします、そういう形で私も撮らないから、お互い撮らないっていう約束で、はい、指切りゲーム、ついたハーリー様の指切った、はい約束しましたのでお願いします。撮ったら撮ろう、それがいいね、撮られたらか、撮られたら撮るからね言ったからね、今私はね知らない方だった。撮ったら撮られたら撮って、撮られたら撮って載せられてたら載せるからねお互い様だから、それはね。でもし嫌な瞬間とかを載せられるかもしれないじゃん、そしたら私も載せるお互い様ね、よろしくお願いします、まあ、可愛い写真だ、あ、そんな言ったらダメだ、バツ、今なし、よろしくお願いします。ななかちゃんに撮られたいがために撮る人いるかもよ、怖いよ、もうそう来るとそう来るともうと怖いよ、撮んないよ、そういう雰囲気が出てたら
でもね、分かる、分からなくでもないんだよね、気持ち的には多分。あの人なんか見たことあるってなって、あパチパチ、まあ気持ちは分からんでもないんだけど、私たちは嫌だったというか怖かったから、怖かった知ってくれてるのはもちろんね嬉しいんだけど、普通に怖いっていう感じ、なんか普通に怖いなのでね、もしなんかさ あってこう撮ってる人よりってしてくださる方の方がありがとうってなるから、手振ってほしい、もしいたら怖いか、それも急に手振るの怖いか、だからちょっとその辺はね、難しい、難しくない、そう、わかんないからね、帰り道とかだったらさ怖いじゃん、お家の近くにそういう方がいたら。だから皆さんももし会っても撮らないでください。おーってしてくれたら私もおーってなるので、お互いそのおーの方が後々なんかルンルンな気持ちでバイバイってできるかなと思うので、おーおーってしましょう。怖いっていうより、ヤッホーでもヤッホーでもいいよ。でも私があのなんか急いでたら、あの急いでる面白いぐらいで見逃してください、うん、研究生公演の初日に、なんかちゃんとざわちゃんとあきちゃん、そうなんですよ、劇場のあのあきさんとざわちと3人でね、何してたんだ、あご飯を食べてて、ご飯を食べてその帰り道にねファンの方に会って、そう私たちが表の方からね行ったから、なんか楽しんでくださいとか言ってすごい明るい方だったから、私たちも今からなんか見るよみたいな感じで楽しみましょうって感じになったから、そうやってね明るく来ていただくとこちら側も嬉しい気持ちになります。歩くの速そう、私めっちゃ歩くの速い、もうねピューピューピューって言ってるグッズを持ってる人を見たら嬉しいかな、え嬉しい、めっちゃえーってなっちゃう、私のグッズ持って街中を歩いてくれてるんだってなるね。でまだ会ったことないな まだ会ったことないかな、あのファンの方と、あーうーんないかな、 あるかな、見たことあるなーって方はある、あるかも、あなんか見たことあるピュッって感じ。インスタのフォロワーすごい、ね、なんか昨日ぐらいからインスタのフォローが急になんか増えてめっちゃ嬉しいんですけど、なんでだろうって思ってる、なんでだろうなんで、しかも女の子がいっぱいなんですよ、
名前とかアイコン見てる感じ、女の子がねいっぱいフォローしてくれてるんです、今インスタ。なんで？誰かわかる人？なんでだろう、何で見つけてくれたんだろうって思ってる。200人ぐらい増えて昨日から。なんだろうね、朝デスセブン？300人になってる。なんで？ 1.2 になりました。 1.2 万人、 1.1 から 1.2 万人になって嬉しい。なんでだろうね、なんか TikTok とか載せてくださってる方とかいて、その時は結構増えたりしたんですけど、なんだろう、何に載ってるのかな何かの何かに乗ったの？あ、お、答え合わせできた今。TikTok に乗ってるっぽい、ハロウィンの仮装のやつだって。今気づいたってか、答え合わせできた、よかった、この一瞬でできた。ハロウィンのやつかな、インスタとか。嬉しいね、ありがとうございます。ありがとうございます、嬉しい。嬉しいね、ちょっと探してみよう。TikTokなんのね、いつなんだ、これか。お、すごい。今見た。ありがとうございます、載せてくださって嬉しいね。ハロウィンのやつだ、ありがとうございます。デビル可愛かった、嬉しい。似合ってましたか、デビル。公式も上がってたの。 TikTok を久しぶりに開いちゃった、すいません。撮るね、後で。公式さん、 HKT本当だ、本当だ、仮装がいっぱいあれだね。TikTok 撮ります、終わったら8時に終わろうかな。ありがとうございます。髪の毛の分け方は気分で決める。私はセンター分けだから、いつも髪を乾かすときに真ん中でいっちゃいます。だからいつも同じかも、センター分けかな。ありがとう、今日も見に来てくれて。インスタで写真で履いてる靴って革靴じゃないです、今日のインスタ。ああ、あれか、ブーツみたいなやつ、あれ革靴っていうんかな、ブーツ履いてましたね。朝デスセブンのやつか、白いブーツ。めっちゃね、あれ厚底ですごい歩きやすくてね、可愛いんですよ。
劇場とかでもさ、たまにさ、あのセンター系のおでこ出てる方とかいたら、お揃いっていつも言うんだよね。コメントでさ、わしもセンター分けってコメントがあったから。昼ご飯はもう食べました。あのジャージは買ったの？お下がり、あれはめっちゃ前に、3年ぐらい前、3、4年ぐらい前に古着屋さんで、あの古着にハマってる時期があったんですよ。その時に買ってずっと着てなくて、そういえばなんか買うのあったなと思って久しぶりに来ました。めっちゃ前にね、古着屋さんに行って好きだったんだよね、古着が。あのさ、一歩間違えるとちょっと体育教師みたいに見えるんだよね。だからちょっと足をね出して、まあちょっと体育教師じゃないよっていうあのところを見せれたらなって思って足を出してみました。上半身だけ見るとさ、帽子もかぶってるから、あのほんと体育教師の先生かなって見えたんだよね。だからそう、だから足を出してみた、久しぶりに。そう、私あんまり何難しいよね、洋服って。楽しいけど。キャップはニューエラです。はい、なんかどこのって結構聞かれたんですけど、靴はナイキで、シャカシャカもナイキで、靴下もナイキで、バッグはコンバースで、帽子はこれニューエラだよね、47って書いてある、 47MVP って書いてある。あまりね、種類わかんないんですよね、帽子の。けどなんか見た目とか色合いで買っちゃう。多分ニューエラだと思います、あれは。っていう感じでした。今日もありがとうございます。コンバースのボストンバッグをお揃いにしたい。めっちゃ可愛いですよこれ。白もあって、白と縁のその、私は黒がベースで線が白なんですけど、白じゃないな、アイボリーみたいなのにラインが赤もバージョンもあるんですよ。それめっちゃ欲しくて、どっちかめっちゃ迷ってて、買うときに、うわめっちゃどっちも可愛いってなったので、本当に色違いもね可愛いと思う。みんなチェックしてみてください、コンバース。一回ね、見つけたときに、わめっちゃ可愛いのあるじゃんって思って、待って、違う形もねあったんですよ。ちょっとテンション上がってきちゃった。可愛い、可愛いさをさ共有したくて。私最初今持ってるやつと、もう一個ね違うバージョンがあったんだよね。あ、これ私が持ってるのが黒で、私が持ってるのこれ、私が持ってるのがこれで、めっちゃ迷ったのがこれなんだよね。可愛くないこれ、赤がね縁取ってるんだと、あともう一種類で迷ったんだよね。見せたい、コンバース可愛い、コンバースのニットをねゲットしちゃったんだ。コンバースにハマってる。だから最近ピアスとかアクセサリーね星買っちゃうんだよね。あれない、ない、あもうない、ないのかな、なかった。そう、そんな感じ。
そう、肩掛けもできるよ。手にも持てるし、しかもほんと大容量で 500ml のあのお水も入る。おすすめです。はい、ということでランキング読みます。13位どんちゃんさん、12位ぐっちさん、11位たいすけさん、10位しのぶさん、9位はやさん、8位よいちろさん、7位たけさん、6位ローリーさん、5位ゆうたけさん、4位ゆずこしょうさん、3位まさきさん、2位すずまるさん、1位808さん、ありがとうございました。皆さん本当に今日もだし、イベント最後まで応援してくれてありがとうございました。ありがとう。これメールに送ったらいいかな。モバメの方に送りますね。見れるかな、みんな。モバメの方に送らせていただきます。終わったら送るね。ありがとうございました。全部見せたいね。これ書くの超楽しかった。ありがとう、ありがとうね。またいつか配信するのでぜひ見に来てください。チャットでもいいの？チャットかメール、どっち派？みんな方が画質は良さそうだなとか思っちゃってるんだけど、わかんない。保存とかね。メールに送るか。じゃあメールに送ります。ありがとうございましたね。ありがとうございましたね。変なの。バイバーイ。おやすみ。ありがとう。またね。風邪ひかないようにね。最近本当に寒いから。気をつけてね。じゃあね。ありがとう。バイバーイ。おやすみ。